そんな流暢されるんだ。はい、息継ぎしてる？すずさんもちょっと巻かないといけないんで。逆から行くのか。ちょっと待って、あれもう一個奥だ。すいません、完全に間違えました。おい、スティーブ走り始めたぞ。なんだ、どうした？バレー、急げ急げ急げ。入手だな。巻いてるんだ、多分。時空が統合されてきてる。世界が一つになろうとしてる。始まってる。おかしくなってる。おかえり、この後行くぞ。どこ？カテージを助けるために。あ、今度はどれくらいいるんだっけ、ボンベ。つくんですね。いや、多分今、ありったけのボンベを買ってきてる人が。ありったけのボンベ。どうですか、収集状況は。今戻ってきてると思いますよ。なるほど。バスが帰ってきたらもう出発はできますが。もう、めっちゃ声ちっちゃい。声ちっちゃい。あれはなんか、いやなんかスティーブさんのお連れさん帰ってきましたよ。ほら、ありったけの酸素ボンベ持って来ましたよ。20本買ってきました。買ってきました。スティーブさん準備ができました。ありがとう。もみさん、モビー、ありったけの酸素ボンベ買いました。レジー、どうしたい？レジが本当に来るんだったらカテージに送るものを持っていこう。お、いいね。皆さん今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今日はすごい大変なことがいろんなことで起きますけど、今日はスペシャルなドライバーを連れてきてますから、なんとかうまくいくことを願ってみんなで頑張りましょうか。やったー、ありがとう。そんな流暢されるんだ。はい、息継ぎしてる。まかない、わかりました。まかない、はい、そうですか。はい、すみません、なぜか運転手になった、タクシー運転手の小山です。小山さん、小山さん、小山さん、圧倒的な権力を持っているスティーブさんにちょっと乗れと言われて、バスの運転を小山さんに任せるっていう感じみたいです。はい、任せても大丈夫ですか？ちなみに本当に何も分かってないんですけど、はい、俺が全責任負います。乗ってください。じゃあお願いします。ライタルさんも、俺が運転する必要があるみたいで。なんですか？みんな乗ってくれ。はい、出しますね。お願いします。お願いします。お願いします。初めて大きい場所乗る。なんて？金を刺してますんでお願いします。金を刺してますんでお願いしますって言ってる。わかりました。では出発します。めちゃくちゃすぐそこに。お願いしますよ、小山さん。はい、一回曲がったらつく。近いな。遠足ってレベルじゃないよ。すげえ緊張して出発したのに。徒歩でも行けって。いやでも、何が起こるか分かんないですからね。スケボーで行けたやつ。なんだ、工事現場。どこ？なんですか、ここ。じゃあ、なくなったよ。ここは…逆から行くのか。ちょっと待って、あれ、もう一個奥だ。すいません、完全に。おい、完全に間違え。バスで入っていい場所じゃないよね。ああ、でも出れますね。出れます。誰だ？人がいますね。これ？ここですか？そりゃ脳裏見の人いるよね。そうだよね。うん。わかんないけど、そりゃそうじゃん。ここなの？すごいぴったしな。ここで何が？何も言わんや。ちょっと俺たちも分かってないです。え？なんだこれ？なんかあのワータールーシーを助けるために来たんだけど、どういうこと？カテジさんを助けるためって言って。そうそうそう。カテジは？カテジは？ちょっとこっちへ。警察の方いますね。大丈夫ですか？私の今まで変装かもしれないから。本当ですか？私も消えてないんですよ。どうでした？どうでした？なんですか？なんですか？お互い気まずいっちゃう。これ。すいません、皆さん誤解を招かせてしまってすいません。あれは指名手配犯ではなく、指名手配犯の演奏をした別の方らしいです。じゃあやめさせた方がいいんじゃない？それは止めるべきだよ。そうですね。いや、あえてね。おとり捜査とかそういうあれかもしれない。まあそういう類の。ああ、そうなんですね。すごい、そういうのもやってんだ、やっぱ。うわぁ、危険なことやるってこと。前のめりだな。で、スティーブさんはどうしてここに、何の用が？実はちょっと、今の私の腕でリサーチする必要がありまして。リサーチする必要があるんですよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。普段からありがとうございます。はい。とりあえず、なんかいろんなものを探さないといけないんで。これ大きい。静かに。そうですよね。こんにちは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 。とりあえずじゃあ行きますか。お待たせしました。ここですか。この建物につけます。一旦ここになんかあの車両を入れときますか。これ入れられない。入れられないかも。鍵かけて置いとくぐらいかも。じゃあそれでお願いします。ここか。はい。すいません、ちょっと動かしますね。どこだスティーブ、また木の中か。の中道の駅だ、やった。アイスか、おアイス。あー、アイス買いたい。なんで喋んねえんだろ。こんにゃく、玉こんにゃくか、俺、玉こんにゃく。いいな、玉こん。肉うどん食べたい。肉うどん食べたい。ねえ、道の駅の肉うどんがいいんだから。どれだけ良かったことか。ここどこ？信じたいけど、みんなのこと。何かあっても大丈夫なように、隣にいた方がいいです。谷藤さん、はい、さん隣に本当にちょっと厳しく特別な救助になるから覚悟だけ持っててくれ。守ってくださいね、ニブさん。ああ助けてください。スティーブ走り始めたぞ。なんだ、どうした。急げ急げ急げ。入手だな。開いてるんだ、多分。開きでって言われたから、さっきこれスティーブ巻いてる。ふるいにかけてるかもしれない。どこに連れてきたの。この川どこに続いてるんだ。確かに急な、急な川だな、これ。あんまりこっちの方来ないから、めっちゃ入っていくやん、川。それ、俺たちもそこ歩く必要あります。だから長靴なんだ。もちろんです、ね、やだよ、濡れるじゃん、もう。うわぁ、もう、ぐちゃぐちゃだよ。うまい、革靴が。谷藤さん、体型の人連れて行くと大丈夫だから。あとぐちゃぐちゃしなさい。いい体験になるね。いい体験で、これが救急隊だ。人命救助だからな。この街来たばっかりじゃねえの。泥にまみれる必要もあるんだ、救急隊。これこそが救急隊だ、谷藤さん。泥臭い仕事もあるんだ。ボンベ持ってきてない、俺。バスにあるぞ。仕事用のは持っているが。一応俺もボンベ持ってる。ハッキングされた。ハッキングされた。バスにバスに乗ってきた。一回突入したんじゃねえのかよ。乗ってきますよ、じゃあ。乗ってきます。乗ってきましょう、これ。お待て、施設の下見してねえのか、お前。一本もらいます。一本あればいいんです。どうしたらいいの。二本だ、二本らしいです。エルダン何も知らない。どうした。なに、なんだこれ。なんだ、動きがおかしい。これなにこれ、なんだこれ。これどういうことですか、シャンクズさん。こういうことが起きるんですか。軸が統合されてきてるんで。時空が統合されてきてる。世界が一つになろうとしてる。始まってる。おかしくなってる。みんな装着するんだ、ダイビングギアを。ね、装着して、装着。ラミ持ってるか。うん、いただいた。意地でもバスなんや。持ってる？持ってる。ラミが起き始めてるんだ。まずいな。あ、鳥ちゃんだ。まずい。明かりがあるぞ。なんだあの明かりは。え、何や。なんだ。本当だ。本当だ。本当にある。何これ、何だ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 これ